では、ここになりましたので、第6回目の、計算科学技術特論 B の講義を始めていきたいと思います。今日は、今日と来週2回にわたって、筑波大学の、高橋先生に講義をお願いします。今日のタイトルは、大規模系での、高速フーリエ変換1ということで、お願いします。ではよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。筑波大学、システム情報系計算科学研究センターの高橋です。今週と来週の2週間にわたって大規模系での高速フーリエ変換ということについて、講義を行わせていただきたいと思います。まず、本日の講義内容ですけれども、大きく分けて3つありまして、まず、高速フーリエ変換とは何かということについて話した後に、実際にアプリケーションでよく使われている3次元 FFT アルゴリズムを、どうやって高速化するかということで、ブロックってついてますけれども、これはキャッシュブロッキングというテクニックを使って、メモリのアクセス速度を、向上させるテクニックです。それについてお話します。それで今日最後、後半は、並列 FFT アルゴリズムということで、MPI というメッセージパッシングインターフェースを使って分散メモリ型の並列計算機でどのようにして FFT を並列化するかということについてお話したいと思います。あと来週の講義の、資料もすで、にアップロードされてますので、もしご興味のある方は来週の講義の前に、ご覧いただければ、幸いです。それで、高速変換についてですけれども、この講義聞いてくださっている方は皆さんご存知だと思うんですけれども、離散フーリエ変換という、DFT ディスクリートフーリエトランスフォームを高速に計算するアルゴリズムとして知られています。それで、いろんな応用例あるんですけれども、理学分野ですと、例えば偏微分方程式の、数値解法で用いられているとか、あとは畳み込みですとか相関の計算に使われたりしています。あとは、物性の分野ですと、第一原理計算というのがありますけれども、そこにおける密度反関数法というデンシティファンクショナルセオリーで、FFT が使われています。また工学分野での応用例としては、信号処理とかでよくあるスペクトラムアナライザーという測定器があるんですけれども、それで横軸が周波数成分で、縦軸が、その信号の出力というものを、表すような装置があるんですが、それにおいて使われていたりします。あとは医学分野だと CT スキャナーですとか、MRI などの画像処理に、高速変換が使われています。あと、意外な応用例としては、皆さん毎日のように多分見ておられる地上波デジタル放送、地デジですとか、あと今使っておらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですが、無線 LAN というのがあるんですが、無線 LAN で用いられている、変調というのがあります。変調というのは何かというと、音声や画像、映像を、電波に載せるために行うものなんですけれども、それにいろいろ方式がありまして、例えばAM ラジオの AM というのはアンプリチュードモジュレーションといって振幅変調というものだったり、あと FM というのがフリケンシーモジュレーションという周波数変調だったりするんですけども、OFDM という直行周波数多重変調という、変調の方式がありまして、それはどうやっているかというと、その変調するときと復調するときに FFT を使ってフーリエ変換をやっているという、のがあります。ですので無線 LAN とか地デジとか使っているときにはもうリアルタイムでFFT が計算されているということになります。ということで、ここに書いてあるだけではなくて他にもいろんな応用例があるんですけれども、FFT というのは線形計算に次いで、広く使われている、数値計算のライブラリの、カーネルということが言えると思います。それで、実際にこれから話していく内容ですけれども、まずその FFT を計算する場合の基本的な、式となるのがこの離散フーリエ変換、ディスクリートフーリエトランスフォームの、定義式になります。それで、結局離散フーリエ変換というのはフーリエ積分を離散化したものですので、積分のインテグラルがシグマに変わっていて、この場合 N 点のデータ J が0から N-1 に対して、
入力データ X の N 点の要素からなるベクトル、複素数のベクトル X というものに対して、オメガというものがあります。オメガというのは何かというと、エクスポネンシャルのマイナス 2πi 割る N で、N 分多項式の N 点、円周上 N 点を分割した、ガウス平面の、値ということになります。でこれを掛け算して、足し込むという内積のような処理を、出力の y のベクトルの各要素に対して行うということを行っているのが、離散フレ変化の定義になります。それで単純にこれ計算しようとすると、もうこの式から明らかなんですけれども、入力の x というものを、n 点の要素からなるものについて内積を取ると、それが y の各要素に対して行われるので n×n でオーダーが n 次乗の計算量がかかるということになります。それで n がちっちゃいときいいんですけれども、 n が大きくなってしまうと計算量が次乗に比例して増大しますので、なかなか早く計算することはできないということで、高速フレ変換というのはこれを、n ログ n に計算量を削減したというアルゴリズムになります。それで、今口頭で簡単に申し上げましたけれども、n イコール4と4点 DFT をじゃあ筆算で計算しようとすると、こちらの5ページのスライドのように、書き下すとこのようになります。でこれから見ても分かるように、複素数同士の足し算が、3×4 で3412回必要になりますし、オメガっていうものの掛け算ですね、 X0×オメガとかそういう掛け算が、4×4 で16回必要になるということになります。というように n 次乗に比例しているということがわかります。でこれをどのようにして計算量を削減するかということをこれから、お話ししていきたいと思います。それで、今、5ページ目にあるこの式ですけれども、これをちょっと行列を用いるとよりスマートな形に表すことができます。具体的にはオメガからなる行列と、あとは xのベクトルですね。ですから、行列かけるベクトルというものが、出力がベクトルになるということで、行列ベクトル積の形に書くことができます。ただこう書いたからといって演算量が減ってるわけではなくて、この行列ベクトル積にしたとしても依然として、n 次乗回の複素数同士の乗算と n×n-1 回の複素数同士の加算が必要になります。それで、これから、行列を分解するという操作を行って演算量が減るということを示していきたいと思います。次の7ページに行きますけれども、まずオメガっていうところ数があるんですが、それはエクスポーネンシャルの数ですので、円周上をぐるぐると指数部分が変わると回っていくわけなんですけれども、指数部分に関しては文字列 n を取ると、イコールになります。例えば、4点 DFT だと、シータでいうと 0度のところと、2分の π と π と2分の 3π というふうになるんですが、これがもう一回左に回ると 2π ということになって一周すると。で、一周すると同じ値になるということからも分かるように、モジュロで n を取ると同じ値になるということが分かります。ですので、まずこの周期性を使うことによって、先ほどお見せしたオメガの係数行列がちょっと簡単になります。具体的にどうなるかというと、ちょっと今ポイントが出てきました。例えばオメガの0乗っていうのは明らかに1になるわけ。ですから、こちらの方と横の方と縦方向の方は全部1ということがわかります。それで、ここのオメガ1とオメガ2とオメガ3というのはそのままなんですけれども、こっちのオメガ2というものの次にある、これオメガの本当は2、4、6だったのが、オメガの4乗イコールオメガの0乗ということで、ここはオメガの0になったということがわかります。同様にして、ここはオメガの6乗の部分が、モジュロ6、モジュロ4でやるとオメガの次乗というふうになります。でこうすることによって、このオメガの指数部分が0から3の、
4通りに、なるということがわかります。でまず、この工夫を行うということです。それでもう一つはオメガの0乗というのが出てくると、それは先ほど言ったように、実数の1になるんですけれども、1かけるなんとかっていう掛け算をやるときは掛け算がいらなくなるので、この時点で、掛け算の回数が減っているということがわかります。というのがまず、第一の、演算量の削減になります。それでもう一つ、FFT の鍵となっているのが行列の分解という、テクニックなんですけれども、それは何かというと、先ほどお見せした 4×4 の行列を分解します。でどういうふうに分解するかというと、1とか0が出てくるように分解することができます。それで、この行列左半分と右半分というふうに分かれてますけれども、左の方を見ていただくと、左下の 2×2 というところは全部0になってますし、右上の 2×2 というところも0になっているということで、0というものは掛け算する必要はありませんので、この分で演算量減ってますし、あと1というものが増えると、先ほど言ったように1は単位元ですので掛け算しても答え変わらないと。それで右側の 4×4 の行列の方はちょっとメッシュが細かくなって、先ほどは 2×2 だったのが今度は 1×1 みたいになって、対角成分が1になっていて、対角成分以外が0になっているというような、0101というものと、あとオメガと0というふうに、対角成分がオメガだけになっていて、それ以外は0になっているというものに分けることになります。それで一見この分解するとなんか計算量増えているように見えるんですが、実際にこれ、手で掛け算やってみると、演算量が減ることが分かります。でどうやって減るかというと、先ほど申し上げたように0をかける部分は省略できるとか、1をかけた部分は1を掛け算しなくていいとか、そういうことをやっていくと、減ります。それでこの、今回の例では、n イコール4でしたので、ログ2の4が、2ですから、これ2段、行列が2個出てくるんですけれども、一般的にこれ分解しようとすると、例えば n 点の、FFT を計算しようとすると、ログ2の n 段、この行列の分解が行われるということになります。それで今はこれ 4.DFT だったんですけれども、まあ、結局これは 4.DFT を 2×2 に分解するということを行っていることになります。それで、この分解というのは再帰的に行うことができます。例えば、1024点あれば、まず 2×512 というふうにして、512は 2×256 というふうにやっていくと、半分半分にしていくことができますので、再帰的に行うと演算量は、オーダーの n ログ n になります。ただこの行列の分解を行うときには、このデータ数 n というのが合成数である必要があります。合成数でないと素因数分解できませんので、合成数である必要がある。ですので、例えばデータ数の n が素数であった場合はこういう分解できないので、簡単に演算量を減らすことできないんですけれども、最新の研究では、データ数 n が素数の場合でも演算量が減るというアルゴリズムも、提案されています。それで、次9ページですけれども、DFT と FFT の演算量を比較しています。それで、ダイレクト法といって FFT のような演算量削減を行わずに、一番最初にお見せした DFT の定義式に、素直に先ほどどこまでお話ししたかと申しますと、 DFT の実数演算回数というところで、8n 地上マイナス 2n になったということをお話ししました。それに対して、FFT の方はどうなるかというと、n が2のべき乗の場合には、FFT の場合 5×n×log2 の n ということになりまして、オーダーが n の事情から、n log n に減ったということが分かります。それでこの係数が5になるんですけれども、
N がこれが、2のべき序の場合が最初になりまして5になるんですが、3のべきとかになるとここがあの5が 6.8 に、あ、6.8 かな、6.8 とかちょっと大きくなります。あの2のべき序の場合が一番あの効率がいいということは知られていますので、あのアプリケーションのプログラム等であのデータ数を選ぶときには、N がなるべく2のべき序になるようにすると演算量が減るという、メリットがあります。それで、次10ページ目ですけれども、このグラフは、DFT と FFT の演算量を比較したものです。それで横軸が、データの点数で、片対数グラフになっています。ログ2の N が0ということは N が1ということで、ログ2の N が10ということは、2の10乗で N が1024ということになります。それで縦軸は、実数の演算回数を示してまして、0から、1000万ですね。1×10 の70ですので、1000万までになっています。それで、これ、縦軸は、対数グラフじゃないので、最初のあたりをべったりくっついてるんですけれども、赤の方が DFT を表していて、N が1024の時の演算回数は、8N2乗-2N ということで、838万回くらいかかります。それに対して青の方の FFT を使うとどうなるかというと、たったの5万1200回ということで、838万回に対して5万ですから160倍ぐらいの演算量が削減されているということがわかります。それで、この差はどん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 開いていくということは、オーダーからも N 次乗と N ログ N というオーダーからも分かると思います。ですので、非常に、有効だということが分かります。それで次に、実際にじゃあ FFT をどうやって計算するかっていうあのアルゴリズムの方に、話を、変えたいと思うんですけども、よくあの FFT で教科書を見ると出てくるのがバタフライの演算というのが出てきます。それでバタフライというのは、なんでバタフライかというのかというと、この11ページの図を、90度傾けてみると、蝶々、バタフライみたいな形になっているのでバタフライの演算というんですけれども、この、図が何を表しているかというと、あの X という入力がこの場合2点があります。それに対して出力が Y の0と Y の1というのがありまして、ここにオメガというものがあります。それでこの上に書いてあるバタフライの演算という図が、この下の四角で囲ったですね、計算をシグナルフローチャートのように表しているというものになります。例えば、Y0 という値は、入力の X0 という値と X1 という値を、ここにプラスって書いてありますけど、足し算すると Y0 になります。一方で、Y1 という値は、X0-X1 というのは、このマイナスってあるんですが、それに対して、引き出したものにオメガをかけると Y1 になるというふうに表せます。これが、FFT の、最小要素となっておりまして、これを、たくさん繰り返して行うということによって FFT が計算できるということになります。でそれを表したのがこの12ページ目の、クーリー周期の FFT の進行流れ図と呼ばれるものです。それで、この場合は8点 FFT をクーリー周期のアルゴリズムを使った場合の進行流れ図になってまして、一番左に、X の0から X の7まであるのが、これが、入力データになります。それに対して出力のデータっていうのが、Y の0から Y の7まで、こちら出力になってます。それでこちらお気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、出力のデータが0426-1537というふうになっていて、入力は0123-4567になっているんですが、入力と出力で、並びが違っています。これは理由がありまして、ちょうどこの0426-1537というものを、10進数でこれ表しているんですが、2進数で表すと3ビットの、数字で表すことができますけれども、この3ビットの0426-1537に相当するものが、入力の0123-4567を、
3ビットの二進数で表した時の、ビットリバース順といって、左から右に見た場合と右から左に見た場合でちょうどビットが逆順に並んでるという、オーダーになってます。でこれはなんでこういうふうになるかというと、空離中期の FFT というのは入力データを、上書きする形で出力が得られるんですけれども、その時に上書きする関係で、入力と出力のデータの並び順が異なるということが、知られています。ですので畳み込みとかアプリケーションのプログラムで行うときはこの出力順が0426-1537というふうにビットリバース順になっていても、途中で畳み込みということで要素同士の複素数の積を取ってもう一回逆フレー換してやれば今度は右から左方向にちょうど最初に FFT を行ったのと逆の順番で計算してやれば元に戻るのでいいんですけれども、この周波数成分がなんか順番に並んでないと困るような、アプリケーションプログラムを作る場合はこの0261537という出力を、相当並べ替えてやる必要があります。それで、もうちょっと話を戻しますと最初のこの空離中期の FFT の、バタフライが、4個データが離れているところ、つまり X の0と X の4の間で、バタフライの計算が行われていると。で次は X1 と X5 というふうにちょうど一番遠いデータ同士でバタフライを行うというのが最初の1段目のフェーズになります。それで2段目のフェーズは、最初は4つ離れてたところ同士であったのが次はちょっと細かくなって2個離れたところ同士でバタフライを行うということになります。それで最後の3段目というのは隣同士をやるということで、最初は遠いところとの、バタフライを行って1回行うごとに半分ずつ近くなっていくというようなことを、3段行います。でなんで3段になっているかといいますと、入力データが8点ありますので、ログ2の8が3ですので、3段を行うということになります。それで、もうちょっと細かい話をしますと、一回バタフライを行うとき、オメガの値が微妙に変わっていて、最初はオメガの0、1、2、3となっているのが、次はオメガの0とオメガの2となっていて、最後オメガの0というふうになっていて、ちょうど、オメガの複数のオメガの値に対して、異なる、要素同士でバタフライを行っているという計算をやります。それで、あともう一つ言っておかなければいけないのが、DFT の計算自体は本質的にはサムメーションですので、例えばY0 という出力の値は、X0 から X7 の、サムメーション重み係数を掛け算したサンメーションになってなければいけないんですが、一番右のここの Y0 というところを見ると、すべて のパスが例えば X0 から Y0 というのは一本線でつながってますし、 Y0 から逆順にたどっていくと X1 にもつながってますし、すべてのデータに対して、パスがあると、パスがあるということはその X0 から X7 の値が足し算されているということがわかります。同様にして次の Y4 というのも全ての値が、ちょうど川の上流から下流に流れるように全部のデータが来ているということがわかります。でこういうふうになってないと足し算そのものがされてないことになりますので、どのようなアルゴリズムの変形があっても最終的には同じことを計算しているということになります。それで、ちょっと、打足ですけれども、この空離中期と言われる FFT のアルゴリズム自体が発見されたのが、1965年でして、今から約50年ぐらい前のことになります。それで、それより前にも、この離散フレー変換を行う必要があるアプリケーションがたくさんあったんですけれども、その当時はまだその FFT というアルゴリズムが
広く知られてなかったので、周期性とかを使うといろいろ計算量は削減できるということは分かってたんですが、このように体系的な形でアルゴリズムが、提案されてなかったので、当時はまだ演算量が非常に多かったと。したがって演算時間がかかってたそうなんですけれども、1965年のこのクーリー中期の論文発表以来、いろんな人が研究を進めてきて、現在に至っているということになります。それで、実際はクーリー中期が FFT のアルゴリズムを提案する前に、ドイツの数学者のガウス、フィードリヒ・ガウスが1800年頃に、FFT のアルゴリズムの原型となるものを発見してたということが、10年ぐらい前に、昔の文献から分かったそうで、ガウスはFFT のアルゴリズムをすでに知ってたそうなんですけれども、まあ、当時はそんなに大規模な振り変換をやるということもなかったですし、あとガウスは論文にあまり結果を残してなかったということで広くは知られてなかったんですけれども、実際ガウスは、以前からこういう FFT のアルゴリズムというのを知ってたということが分かっています。それで、13ページ目ですけれども、こちらは、実際にフォートランで FFT のカーネル部分を書くとどうなるかということを、書いた例になります。それで、このプログラムは FFT のカーネルの一番内側の部分だけを書いていて、このままだけでは計算できないんですけれども、左右内側のループと1個外側の二重ループになっています。それで、これちょっと分かりにくいところだと申し訳ないんですけれども、配列が、ディメンジョンというので、実数で配列を宣言しています。それで最初のディメンジョンの2というのがありますけれども、これは実部と虚部というものが、実部虚部実部虚部ということで交互になるようになっています。それで、次に、出てくる M とか L というのは、これが、どれだけ遠いところとやり取りするかということで、先ほど言ったように最初は一番遠いところからです。どん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 細かくなっていくんですけれども、この場合 M×L が、2分の N になるように、M と L を変化させていくということをやります。それでこの場合 A が入力のベクトルで B が出力のベクトルになります。それで、ディメンジョンで宣言されているオメガっていう配列があるんですが、これオメガというかダブルですね。ダブルという配列は、三角関数の値が入っています。エクスポーネンシャル の値ですので、実部がコサインで虚部がサインというふうに、入ってまして、これも、実部虚部実部虚部という順番で入ってます。それで、FFT を計算するときによく行う工夫というのが、三角関数の値というのを毎回毎回計算すると演算量が増えますので、最初に三角関数の値をテーブルにしておきます。配列に入れておいて、それを、ループの中で配列を参照することによって三角関数を、計算しなくてもいいようにする工夫がされています。ですので、ここにはダブルという配列が、入っています。それで、一回作成しておけば、それを参照するだけで済みますので、普通は最初に三角関数のテーブルを作ってそれを使いますという、工夫が行われていることが多いです。ただそれをやろうとすると、当然メモリはそれだけ余分に必要になるんですけれども、メモリはちょっと増えたとしても、計算量が、少ない方がいいということで、普通はテーブルを使っています。それで、一番内側の do の i イコール 1m というところを見ていただきたいんですけども、これはバタフライの計算ということで、先ほどお見せした図の通りのことをやっていて、最初の要素が実部と虚部で足し算をやっていて、後半部分は引き算をしたものに対して、素数同士の掛け算をやっているということをやっています。ということを、二重ループで、M と L の値を変えながら、計算すると
ということになります。でこれが、FFT のカーネルということになります。それで、今まではクーリッチ周期のアルゴリズムについて説明してきたんですけれども、ちょっと話を変えまして、もうちょっと一般的な、アルゴリズムということで説明したいと思います。でこれは、N イコール N1、N2 に対するアルゴリズムということで、N が合成数であればいいということになるんですけれども、その場合の、J と K といって一番最初に、離散フレー変換の定義式っていうのを見ていただいたと思うんですけど、この4ページ目のこの J と K というところですね。ここの J と K というものを、この N を分解したときの J と K というのがこのように二次元配列の、インデックスのような形で表すことができます。でこの、書き換えた J と K というものを使うとちょっと、式の変形がややこしいんですけれども、簡単に言うと、この書き括弧の内側が N 点 FFT を計算していて、その外側の方で N1 点 FFT を計算するというふうに入れ子にすることができます。それで、入れ子にするだけじゃなくて、その入れ子にしたときに途中にこの外側の、オメガの、ここです、失礼しました。真ん中のオメガのところが余分に必要になるんですけども、ここのオメガを取ると、二次元 FFT の、式になります。ですので、二次元 FFT と一次元 FFT の違うところは、二次元の次元の違うところを結びつける、エクスポネンシャルの値が必要になって、これが真ん中のオメガになります。ですので、最初にお見せした DFT の定義式を、この J と K を使って式変形するとこのように変形できるということが、ちょっと面倒なんですけども、示すことができます。それで、もっと細かいことを言うと、入力のデータの並び順が、J1 カンマ J2 というふうに、これにフォートランの二次元配列風に書くとこうなるんですけども、入力が J1、J2 なんですが、出力が Y が K2、K1 となっていて、インデックスが逆順になっているということが分かります。でこれが先ほどビットリバース順にしないといけないといった、理由なんですけれども、このように順番が転置された状態になります。それで、先ほども言いましたけれども、この入れ子の式が、N 点 FFT を N1 点 FFT と N2 点 FFT に分解できるということが示されます。ですので、先ほどのクーリー周期のアルゴリズムだと、1024点 DFT を 2×512 にして、512を 2×256 というふうに半分半分にしていったんですけども、こちらは、半分半分にしていく必要がなくて、例えば1024だったら 32×32 というふうにできますし、今度は32を 4×8 というふうに分解するという分解の仕方もできます。それで、この、一般的なアルゴリズムに基づいたものが、次の15ページに出てきている6ステップ FFT アルゴリズムと呼ばれるもので、これは先ほどのこの2次元の表現に忠実に計算したもので、1から6まで6段階でなっています。それで行列の転置っていうのが出てくるんですけども、これは何のために行うかというと、実際に計算するときにメモリアクセスが飛び飛びになってしまうことを避けるために一旦転置しておいて、連続アクセスするためのもので、この転置というのが3回必要になります。でその後は、N1 組の N2 点マルチカラム FFT といって、N2 点の FFT を行うんですけども、それが、ペアが N1 個出てくるということを意味しています。ですので N2 点の FFT を何度も何度も違うデータに対して行うということで、二次元 FFT でこういうマルチカラム FFT っていうのはよく出てくるんですが、それに対する計算をやります。それで次に3番目、ひねり係数の乗算って書いてあって、このオメガっていう値が、ここの14ページでこの3つあるオメガの真ん中のこの掛け算をポイントワイズで複素数同士の掛け算をやるということをやります。これがステップ3です。でステップ4で行列の転置をもう一回行って、
メモリアクセスを連続した後に、今度はステップ5で N2 組の N1 点マラチカラム FFT ということで、先ほど N2 点の方向をやったんですが、今度は逆の方向をやってやる。で最後に転置をすると、N 点の FFT が計算できるということが分かります。でこれを、図にしたものが16ページの6ステップ FFT アルゴリズムと呼ばれるもので、実際のデータはこれ1次元でやってるんですけども、分かりやすくするために長方形の形で N1×N2 という形にしています。でまずこの長方形を転置してやった後に、この N2 点の矢印で書いてある、これが N2 点なんですが、これを N1 組、計算しているということになります。それでこの N2 点の FFT というのは独立なものが N1 組ありますので、後でお話ししますけれども、並列化を行うときにはこういう独立性があるというのは非常に有利な、条件になります。あともう一つは、N 点の FFT 計算しようとすると、例えば正方形にこの2次元を表そうとするとルート N× ルート N という形になります。そうした場合には、N 点の FFT を計算するときにはルート N かけルート N というふうに分解していることによって、問題サイズがルートに、ルート N に帰着できますので、キャッシュに当たりやすくなるというメリットがありまして、この6ステップという FFT アルゴリズムはキャッシュベースの、プロセッサーに非常に向いたアルゴリズムということで知られています。それで、次のステップが転置を行って、今度は、N1 点の FFT を N2 組を行ってやるということをやって、最後に転置をやって、これが最終の形になるというふうに、進めるのが6ステップ FFT アルゴリズムというものです。それで、このアルゴリズムは、空理中期のもの、アルゴリズムと若干違っていて、N1 と N2 が、2のべき乗じゃなくても、とにかく合成数であれば、この N1 と N2 に相当するものが、合成数である間はずっとこの分解を行うことができるということに、なります。それで、6ステップ FFT と今説明したものをプログラムに書くと、17ページのフォートランの、書かれたプログラムのようになります。それでこのフォートランプログラムで最初にコールトランスって呼んでるんですけど、トランスっていうのはこれトランスポーズのことで、横にコメントが書いてありますが、 N1×N2 行列を N2×N1 行列に転置するということを行います。これはサブルーチン、あるサブルーチンで簡単に数字を逆転させるだけで作れるプログラムですけども、そういうことが、行われます。その次が、do 文で N1 回繰り返すところが、何をやっているかと言いますと、 N1 組の N2 点マラチカラム FFT というのを行うと。それで call FFT2 って書いてある、この中で先ほどお見せしたような FFT カーネルが書かれていると。するとそれを単に呼び出すということをやります。それでその次にひねり係数と言っていて、ダブルと書いてあるんですが、それが、ポイントワイズで複素数同士の掛け算を行うということをやって、その後、行列の転置を行って、その次にまた N2 組の N1 点マルチカロム FFT というのを行う。それで最後に行列を転置して終わるということを、書いたのが6ステップ FFT となります。でここで6ステップ FFT を終わって、次に、3次元の FFT アルゴリズムということについて説明したいと思います。それで、先ほど示したのは本当に基本的な例なんですけども、実際にアプリでプログラムを書こうとすると、やっぱりいろいろと問題が出てきます。で、その一つは、やっぱりデータがキャッシュに乗らないということですね。で、データがキャッシュに乗らないと最近のプロセッサーは非常に遅くなります。ですので、FFT アルゴリズムを構築するときは、どうやってメモリアクセスを上位のメモリ階層に封じ込めるかと。上位のメモリ階層というのは、
できるだけ、CPU に近いメモリ階層、例えばレジスタですとかレベル1キャッシュとかレベル2キャッシュの上で、計算することによってメモリのアクセス速度を短くするという工夫があります。でこれは言い換えると いかにしてキャッシュミスの回数を減らすかということになります。でキャッシュミスの回数を減らすことによって主記憶のアクセス回数も減らすことができます。ですので、これは FFT に限らずアプリケーションプログラムを書くときの、基本なんですけれども、キャッシュミスというものをいかに減らすかというのが最近のプロセッサーでは性能向上のために、不可欠な、技法になっています。ですので、このスライドには書いてませんけれども、場合によっては演算量を増やしてやってでも、キャッシュのヒット率を上げた方が最終的にはパフォーマンスが上がるということが最近のプロセッサーでは起こり得るという状況になっています。それで、これから3次元 FFT という話しますけれども、3次元 FFT では行列の転置というのが出てきます。先ほどの6ステップ FFT というところでも出てきた行列の転置というのがあるんですが、そこの行列の転置が非常にキャッシュミスしやすいところですので、そこを何とかしなければいけないというのが、あります。それで行列の転置というのがキャッシュミスが多いというふうに言ったんですけれども、これは、ブロック化ということでキャッシュブロッキングというテクニックを用いることによって、キャッシュヒット率を上げることが可能になっています。ところが普通教科書も書いてあるような3次元 FFT だとマルチカラム FFT という部分と行列の転置が分離されているので、一旦主記憶からキャッシュにデータがロードされるんですけれども、一旦主記憶から持ってきたデータが行列の転置だけしか行われてなくて、行列の転置を行った後計算せずにそのまま主記憶に戻すようなことになっちゃっていて、結構もったいないことになっているので、性能をさらに上げようとすると、できるだけ一旦主記憶からキャッシュに持ってきたデータを長い間こう使い回して、本当にいらなくなった時点で主記憶に書き戻すというような工夫を行う必要があります。ということで、ブロッキング のテクニックを最大限に使おうとしているときには、その行列の転置で用いられているキャッシュのデータをその FFT の部分にも活用するということで、キャッシュ内のデータの再利用性を高くするという工夫が必要です。それで先ほど申し上げたように、主記憶からキャッシュに一旦ロードしたデータをできるだけキャッシュに載っているようにするということと、あとはキャッシュ内のデータは再利用できるだけ再利用して、本当にいらなくなった時点で主記憶を書き戻すということが必要になっています。あと FFT においては2のべき上にデータのポイントがなっていることは望ましいというふうに言いましたけれども、それは計算量の観点の話であって、実際にプロセッサー上で計算するときは、2のべき上にデータ数の要素数が、なっていると、メモリアクセスも2のべき上の飛びでストライドで行われるということが多くなるんですが、その時に2のべき上のストライドというのが非常に最新のアーキテクチャには適してないアクセスのパターンになっています。でこれはちょっと非常に細かい話になってしまうんですけれども、一旦キャッシュに入ってきたデータが2飛びのアクセスとかをするとすぐにキャッシュの中から追い出されちゃう、主記憶に逃げてしまうということがありまして、でそれを防ぐためにはちょっと細工をして、配列にパディングっていう、詰め物をすることによって2次元配列や3次元配列を使うときに、2のべき乗のアクセスをちょっとずらして2のべき乗プラス1とか2のべき乗プラス2というアクセスストライドで行われるようにするとか、そういう細かい、工夫が必要になってきます。それで、次22ページ目ですけれども、3次元離散不連化の定義というものを書きました。これは1次元 DFT を3次元に拡張しただけで、サンメーションが3つに増えていて、
それぞれに N1×N2×N3 に対応するオメガに相当するものがあるというものが定義式になります。したがってこれを計算しようとすると、先ほどの6ステップ FFT と同様にですね、N3 点 DFT を N1N2 回やって点値をして、N2 点 FFT を N1N3 と行って、もう一回点値をして N1 点 DFT を N2×N3 回行うということを行えばいいということになります。そこで、点値が3回必要になってくるということが、ボトルネックになります。したがってそれをなんとか、キャッシュミスを少なくするということで、ブロッキングというテクニックを使うと、こちらの24ページ目に書かれたようなものになるんですけれども、でこれはちょっと先ほどのアルゴリズムとちょっと様子が違うというのは分かると思うんですが、どこが違っているかというと、最初に N1×N2×N3 というデータがあったときに、それを点値するんですが、全体のこの3次元配列を一気に点値しようとすると、非常にキャッシュミスが多発しますので、一部分だけ持ってきて、キャッシュに入るだけ持ってきてやって、その上で N3 点の FFT を計算してやるという工夫をします。ここで、NB というのがこの一番上にあるんですが、NB というのはこれは、ブロッキングパラメータと呼ばれるもので、N3×NB というのが、キャッシュに、収まるぐらいの大きさになるように調整するということをします。でこうすると、ぴったりキャッシュに収まるように、することができて、ここに書いてある矢印の計算、つまり N3.DFT の複数の、N3.DFT がキャッシュの中にぴったり収まるような形で行うことができるということになりますので、効率が上がると。それで、全部これ計算が終わった後はもうキャッシュの中に置いておく必要ありませんので、それを点値しながら元に戻してやるということを、この次の点値で行う。でそれと同様のことをもう一回行ってやって、 N2 点のデータに対してキャッシュの上だけで計算してやると。それで最後に、点値をしてやった後に N1 点の FFT というものを順繰り計算してやるんですが、この場合は連続アクセスみたいな形になるので、キャッシュミスはそれほど起こらないので、キャッシュの中にいちいち持ってくる必要はないので、ちょっとここだけ違ってますけれども、まあ、基本的には、点値と、FFT の計算を、同じタイミングで行ってやるという、ことを行うことで、普通に点値だけをやってやると、その間演算機が遊んでしまうんですけども、それを、極力少なくするという工夫を行うことができます。それで、25ページ目のブロック3次元 FFT の利点というふうに書いてありますけれども、ブロッキングをやらない普通の、クーリー中期等のアルゴリズムを使って3次元 FFT 計算してやると、データ数 N=N1N2N3 としてやった場合に、演算回数は今日の講義の最初のあたりで言ったように 5N log2N2 になります。でそれに対して主記憶アクセス回数は 4N×log2 の N になるんですけれども、キャッシュブロッキングを行ってやって行列の点値と FFT をこう融合させてやったような工夫を行うと、演算回数は変わりませんけれども、主記憶アクセス回数は、理想的には 12N になります。この理想的にはというのがちょっと、都合のいいケースになってしまうんですけども、キャッシュがキャッシュにぴったり入るような場合、つまり無駄な主記憶アクセスが起こらないような場合は 12N になるということが、示すことができて、あとキャッシュのデータがかなり大きくて、N1×N2 点のデータがキャッシュに入るような場合は、これが 8N になるということで、キャッシュブロッキングを行うことによって主記憶のアクセス回数が、N log N のオーダーからオーダー N に減らすことができるということが、分かります。ですので、主記憶アクセス回数のオーダーが落ちているということなので、その分
支局のアクセスにかかる時間が節約できるということになります。それで、先ほどは詳しくは述べなかったんですけれども、その FFT カーネルの部分でもいろんな工夫が提案されています。実際キャッシュの中に乗るからそんなに性能変わらないっていう想像もできるんですが、実際はもうちょっと細かい話がありまして、空離中期のアルゴリズムっていうのは一番最初に説明した基本的なアルゴリズムですけども、このアルゴリズムだと、ビットリバースというソーティングが必要になるということを申し上げました。です。このビットリバースは必要になるんですが、その場合にまたメモリアクセスが連続アクセスじゃないメモリアクセスが出てきますので、そこで効率が落ちてしまいます。でそれを防ぐために、ストックハムのアルゴリズムというものが、提案されていて、これはビットリバース処理が不要になります。ただその代わりに入力の配列と出力の配列が別々の配列にしなければいけないので、メモリの必要量が2倍になると。2倍になるけれどもビットリバース処理は不要というアルゴリズムがあります。でこれどちらがいいかというと、ケースバイケースでキャッシュの容量が非常にちっちゃい場合は空離中期の方が早いということもありますし、キャッシュの容量が余裕がある場合は、メモリが倍必要になっても、ビットリバース処理が不要というメリットが大きいということもあって、これはトレードオフになるんですけれども、ケースバイケースでどっちを使うかっていうのを、決めるということです。あともう一つは、工夫として高い奇数の FFT と書いてあるんですが、これはどういうことかというと、一番最初に説明した空離中期のアルゴリズムはどん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 分解を進めていて、最終的に2点 DFT に帰着させてたんですね。でそれを、あえて2点 DFT に帰着させずに4点 DFT とか8点 DFT で止めておいて、4点 DFT はDFT の定義式通りに計算してやるということをやった方が早くなるということがあるということは知られています。でこれはちょっと細かい話になってしまうんですけれども、2点 DFT を計算しようとすると、単位円の中で、プラスマイナス1という対称性しか使えてないんですけれども、4点 DFT を計算するときには、プラスマイナス1とプラスマイナス i、虚数単位の i というところで、対称性を使うことができます。なので、演算量が若干少なくなります。で、その考えをもうちょっと拡張すると、8点 DFT だと、45度置きに、こう、円分に、ポイントが出てくるんですが、そこで、ルート2分の1とか、そういうところで対称性がまた出てくるので、うまく対称性を使うと、演算量が落ちるということもありますし、あとは、4点 DFT を計算するときに入力は4点なんですけれども、演算量が N 次乗になりますので、ちょうどレジスタブロッキングっていうことを行ったのと、等価なことができるので、メモリアクセス数を少なくすることができるということも知られているということなので、できるだけこの高い奇数、これラディックスっていう英語で言うんですけども、ラディックスの高い FFT を使うことによってメモリアクセス回数を減らすことができるということも知られています。ただ、やみくもに、ラディックス、奇数を大きくすればいいというものではなくて、あまりにも大きくすると、今度は、レジスタが足らなくなってしまうので、これには限度があるんですけれども、レジスタが足りる限りは、できるだけ高い奇数を使うというメリットが、あります。それで、もっと細かいことを言うと、奇数の組み合わせというのもポイントになっていて、例えば32というものは 4×8 というふうに表すことができるんですけれども、128を実現するときに、2×8×8 にするか、4×4×8 にするかと、あ、いいですね、4×4×8 にするかで、いろいろバリエーションがあるんですけれども、このバリエーションとしては、できるだけ、奇数の高い FFT を使う方がいい、つまり奇数2が入ってない方がいいという組み合わせが考えられます。で、この、4×8×4 にするかとか、4×4×8 にするかとか、それもいろいろ組み合わせによって微妙に性能変わるんですけれども、
それの組み合わせでどれがいいかっていうのを、自動的に選ぶということをやってるのが、FFT ライブラリで非常に有名な FFT ダブルというライブラリがあるんですが、それではこの組み合わせを、いろんな組み合わせを試して最も高速なものを選ぶということをやってます。それで27ページ目が、それを今申し上げたことを、表にしたもので、見ていただきたいところはいくつかあるんですが、奇数を、2にした場合は、演算回数が 5N ログ N になるというふうに申し上げましたけれども、これは奇数2の場合で、奇数4にすると 5N ログ N が 4.25N ログ N に減ります。さらに奇数を8にすると 4.083N ログ N というふうに減るということが知られていて、理論的には、奇数を無限大にすると、4N ログ N に全近的に近づくということが知られています。でもう一つのポイントは、奇数を大きくすると、その命令数で98回。はい。あ、すみません、聞こえますか。大丈夫でしょうか。あ、今聞こえます。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ちょっと音が途切れてるかもしれないですが、また何かありましたら、お知らせください。それで今どこまで申し上げたかというと、この、奇数8を使った時の不動小数点演算命令数が98となっていて、演算回数多いように見えるんですが、実際はそのバタフライの段数が3分の1になってますので、トータルで見ると、演算回数は減ってるということになるのと、あとは不動小数点演算の命令数とロードプラス等和回数の比率が奇数2の場合は、1.25 というふうになってて、命令数が10に対してロードスター回数8となっているので、だいたいイーブンイーブンぐらいになっているんですが、奇数を上げれば上げるほどロードスター回数に比べて演算回数が増えているということで、これはどういうことかというと、レジスタ上にあるデータを使い回すことができている。つまりメモリアクセスの負荷が、相対的に低くなっているということがわかります。ですのでメモリアクセスをできるだけ少なくするという観点からは奇数を上げた方が有利であるということがこの表からもわかると思います。それでそれをグラフに表したのが次の28ページ目の図で、これは奇数2と奇数4と奇数8それぞれの FFT カーネルを用いた場合の N 点の FFT の必要演算回数です。それで、この左半分で表しているのが演算回数で、縦軸が N ログ N です。でこれを見ると、奇数が増えるに従って、演算回数が減っているというのが分かるんですが、右側のロードプラス等和回数を見ていただくと減り方が、もっと大きいということが分かります。したがって奇数を上げるということは、演算回数が減るというメリットよりもロードプラス等和回数が減るというメリットの方が大きいということが分かります。それでこれと同様なことが行列積などにおいて、ループアンローリングを行って、高速化するという時にも同じようなことが言えていて、この奇数を上げるということは行列積におけるアンローリングに似た、効果を生み出しているということが分かります。それで、今までがプロセッサの中の話してきたんですけれども、今日は最後の15分ぐらいで並列のアルゴリズムについてお話ししたいと思います。それで並列のアルゴリズムを、話すときには分散メモリで並列化を行いますので、MPI というものを使います。メッセージパッシングインターフェースというものを使って、データのやり取りを行うんですけれども、その時に各ノードで計算ノードで配列を分割して持つようにすることが多いです。その分割の仕方にはいろいろあって、左側に書いてあるのをブロック分割といって、これは二次元配列を列方向に分割したブロック分割の例です。でこの例では P0、P1、P2、P3 というように4つの MPI プロセスで、連続する領域を分割しています。でこれが列方向の分割ということで、右側の図が行方向に分割した例です。
で、この場合も、各 NPI プロセスが受け持つ範囲は、均等になるということです。それで、この右の図でも左の図でもそうなんですが、青の、塗られたところを、オレンジの線で区切ってます。で、このオレンジの線が境界になってますので、この境界を超えるところで通信が必要になると。つまり自分の NPI プロセスに存在しないデータを対象に計算しなければいけないときは、どっか他のノードにあるわけですから、それを持ってこないといけない。で、持ってくるときに MPI の、関数を呼び出して、送ったり受け取ったりするということになります。ですので、できるだけこの境界となるオレンジの線がない方が通信量が少なくできるということが、直感的に分かります。それで、分割の方法はいろいろあるんですけれども、サイクリック分割と呼ばれるような分割もありまして、これは、1列または1行ごとに分割します。この図では、31ページに書いてあるのは列方向に分割したサイクリック分割の例となっていて、でこれだけを見ると線が多いので、通信量という観点からは、ブロック分割に比べて不利になるんですけれども、メリットもありまして、これはブロック分割に比べてロードバランスが取りやすいと書いてあって、これはどういうことかというと、ブロック分割で例えばこれが、三角行列みたいになっている場合は、この対角線上にこう切ってやると P0 は演算量多いんですけども、 P3 になると演算量が減ってしまって、ロードインバランスが起きてしまいます。それを防ぐためにはこういうふうにサイクリックにすると、ロードバランスを取るということができます。ですので、通信量は多くなるけれどもロードバランスが取りやすい、サイクリック分割を使うか、ブロック分割を使うかっていうのはケースバイケースになってまして、それの折衷案としてブロックサイクリックと呼ばれる分割も提案されていて、これはブロック分割とサイクリック分割の中間にあたるもので、複数列ごとに分割する。例えば4列ごとにサイクリックにするとか、そういう工夫もあります。で、この何列ごとに分割するかっていうのはおそらくトレードオフの形になるので、最適な、分割方法が存在するということになりますので、これを変えるということもやられています。あともう一つは、二次元分割という分割もあります。先ほどは行方向だけとか列方向だけで分割してたのを、行方向と列方向の両方分割して、漢字の他の字のようにですね、分割すると、例えば先ほどのこのブロック分割だとオレンジの線が3本ありました。ところがこの二次元分割というとオレンジの線が2本で済んでいると、縦と横の2本で済んでいるということなので、それだけ境界線が短いということが分かります。ですので通信量を減らすという観点からは二次元分割の方が有利になることがあります。ただ、プログラミングがちょっとややこしくなるという、デメリットもあるんですが、実際のアプリ書くときは二次元の分割使うとか、あとは3次元の分割というのも考えられますし、この33ページの図だと2次元のブロック分割を使ってますけれども、それを2次元のサイクリック分割にするとか、2次元のブロックサイクリック分割をするとか、いろいろバリエーションが考えられます。それで実際計算するときはこの最適になるような分割をするんですけれども、アプリケーションプログラムというのはそのカーネル、いろんなカーネルを呼び出していて、それぞれのカーネルで最適な分割方法が異なるという場合があります。そういう場合は、その分割をこのもう一回別の分割に移し替えるというようなことが必要になるんですけども、そちらのコストもありますので、場合によっては最初からもう一つの分割方法に決め打ちして計算した方がトータルでは実行時間が一番短くなるということもありますし、これはアーキテクチャだとか問題サイズだとかアプリケーションの特性とかいろんなもので、左右されますので、何がベストということを一般論は言えないんですけれども、通信というものを減らすというのはかなり重要なポイントですので、実際にプログラムを書くときはもう分割方法というのがかなり、プログラムの特性を左右するということは、強調しておきたいと思います。
それで、実際に並列化なんですが、ここでは空理中期の FFT を並列化するとどうなるかということを示したいと思います。34ページの図で、これは、先ほどお見せした8点 FFT の図になっていて、この場合は1次元のブロック分割を 4MPI プロセスでやっています。それで横に点線が書いてありますけども、これが先ほどのオレンジの線に相当する境界線になります。したがって境界をまたがるようなデータのアクセスをしようとすると、そこで通信が発生するということになります。それで、空理中期の FFD だと最初は4個先のデータをアクセスしますので通信が必要になります。それで2段目のバタフライの時でも、隣のプロセッサー同士で通信を行う必要がありますが、最後の、ところだけは自分のエンペアプロセス内にデータが閉じてますので、黒で書かれたところは通信が必要ありません。赤で書かれたところが通信が必要になるということで、この場合は、3ステージある、バタフライのうち2ステージで、通信が必要だということが分かります。これは何で、そうなるかというと、この場合エンペアプロセスが、4MPI プロセスがあるんですが、ログ2の、P、4に相当する、ログ2の4イコール2ですので、この場合2段必要になるということがわかります。それで、通信量についてここでちょっと計算してみますけれども、濃度数を P とした場合には、先ほどちょっと口頭で言いましたが、ログ2の P ステージの通信が必要になります。それで各ステージでは、トータルのデータ数を N とすると、N 割る P 個の、バイシェード複素数データの通信が行われます。この場合は、例えば MPI センドで送って、MPI レシーブで受け取るということをやりますので、トータルの通信量としては、16という、これがバイシェード複素数のデータの要素ですし、これを 16×P 分の N かけるログ2の P というステージのバイトが通信量として必要になるということがわかります。それでもう一つのアルゴリズムとして、途中で説明した6ステップ FFT というものを使って計算するときの分割方法は、1次元のブロック分割で分割するというふうにすると、空理中期の FFT と若干違うんですけれども、転置を行うということが入ってきます。それで転置を行うと、ちょっとこの図から分かると思うんですけれども、濃度間にまたがる通信が、たくさん出てきます。ですのでこういう場合は、全対全通信というオールトゥオールと呼ばれる通信を行ってやる必要がありますけれども、それを行うことによって転置ができます。でその後は、先ほど言ったような N2 点 FFT というものを各 MPI プロセス内で独立にできますので、この FFT の部分は通信は必要ないんですが、転置のところで通信が発生するということになります。したがってトータルで3回、通信オールトゥオールという通信が必要なんですが、これ非常に重い通信になります。あとは並列じゃない普通の逐次のやり方と同じようなやり方で、単純に自分の受け持ち範囲が分割されているだけですので、この FFT の計算部分が逐次とほぼ同じにできるということです。それで全対全通信というもの、ご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、ここで念のため説明しておきたいと思います。これはどういうことかというと、例えばエンペアプロセスを4個にした場合に、トータルで32個のデータがあるとします。8×4 が32というデータを、これ行列と思ってください。で、これを最終的に転置して一番右にある、こういう形にしたい。つまり0123456 であるようなものが、最初は縦方向にあったものが、今度は横方向に0123456 になるように転置をしたいと。そういう時に、MPI を使うとどういうふうに行えばいいかというのを書いたのがこの図の説明になります。それでまず、全対全通信というのを行うんですが、これがちょっと、概念が分かりに慣れないと分かりにくいんですが、簡単に言うとですね、P0 に相当する MPI プロセスが 0123456 という8つのデータを持っています。
それを8つのデータを、4人に送りたい、自分を入れて4人に送りたいということなので、8つのデータを4分割すると、そうすると01というペアと23というペアと45というペアと67というペアに4つに分けることができます。それで、この01というデータは自分自身なのでいいんですけども、23というこのチャンクブロックを P0 から P1 に送ります。これがオールトゥオールのこのアフターの後ですね。それで45というものは今度は P2 というところに送ります。で67っていうのを P3 というところに送るというふうに、ちょうど自分が持っているデータをプロセッサー個分に分割してそれぞれの別の人に送るということをオールトゥオールはやります。で今は P0 っていうところだけに着目して言いましたが、それを P1、P2、P3 それぞれが、自分以外の人に送る。なので、例えて言うと、例えばクラス40人で、クリスマスパーティーをやってプレゼントの交換をしましょうと言ったときに、40人のクラスでそれぞれの、学生が生徒が、40個のプレゼント、それぞれ違うプレゼントを持ってて、それを一人ずつにみんなにあげます。それを全員がお互いに全員に対してばらまくというのがオールトゥオールの、例えということになります。ですので、それを聞いただけでわかると思うんですけども、非常に多くの通信が発生します。ですので通信の中でも最も重い通信と言われているので非常に大変なんですけども、そういう特会引っかえということをオールトゥオールと。でそれを行ったのがこの37ページのうちの真ん中になっていて、でこのままだとまだ展示されてないので、今度はノード内で各チャンクですね、この01とか89とかチャンクを縦から横にこの展示します。でこれは通信がいらなくて単純にノードの中で行列を展示するだけなんですが、それを展示してやるとちゃんとした最終的な展示された分散された行列ができるということになります。ですので、行列をオールトゥオールを使って転置しようと思うと、まずオールトゥオールで通信した後に、今度はノート内で、転置をしてやればいいということが分かります。したがって、先ほどのこの6ステップ FFD で出てきたオールトゥオールというものが、使われているというのは、この3つの部分で、このような、37ページの処理を行っているということになります。でこのプログラムを書いたのが38ページに書いてあるんですが、基本的には、今日の授業で前半部分でお話した6ステップ FFT の普通の逐次のバージョンとほとんど変わらないんですが、違っているのがこの P-TRANS というサブルーチン名になっているところで、この中身は実際はオールトゥオールを使って、ノード内の転置というものを行っているということで、分散配列の転置をするサブルーチンが、変わって、それによって入れ替えられているのと、あとは、ドゥー文で、実際にこの内側で FFT のカーネルを呼び出すときに自分の受け持ち範囲が狭くなっているので、その自分の受け持ち範囲だけを計算させるように、反復回数が NPU というのがナンバーオブプロセッシングユニットということで、NPI プロセス数を意味しているんですが、受け持ち範囲が減っていますというところが違っているだけで、基本的な構造は逐次プログラムと一緒ですので、通信部分が、オールトゥオールの転置のところだけ出現して、あとは出現しないというプログラムになっています。それで、通信量についてここでちょっと議論したいんですが、先ほどの空冷中継の時とちょっと違っていて、オールトゥオールが参加必要になるというのを言いましたけれども、オールトゥオールでは、通信量どうなるかというと、トータルのデータ数を N とした場合に、各ノードは P 次乗分の N 個の倍精度を複素するデータを自分以外の P-1 ノードに送ることになります。これどういうことかというと、先ほどの図で説明すると分かりやすいのでそうしますけれども、この場合、37ページの図ではトータルのデータ N イコール32です。それで NPI プロセス数が4ですが、この一つのチャンクのサイズが32割る4割る4で2になります。ですので1回、送るメッセージサイズが
2になってます。でそれを自分以外の P1 とか P2 とか P3 に送るということを行いますので、それがこの39ページでいうところの、P1 乗分の N 個の倍精度複素数データを自分以外の P-1 ノートに送るということになります。でこれをトータルで、カウントすると3というのがこの式にありますが、3というのは3回オールトオールがあると。で P-1 の括弧というのが自分以外の人に送るということで P-1 になる。それで16というのが倍精度複素数で、 P 次乗分の N というのが、1回送るときのメッセージサイズということで、このような、通信量が出てきます。それで、40ページ目で何やってるかというと、並列クーリ中期 FFT と並列6ステップ FFT の通信量を比較してるんですが、上の方でこの出てくるのが、先ほど計算したクーリ中期の FFT の通信量で、このようにログ P に比例するという通信量が出てきます。一方で下の方の並列6ステップ FFT の通信量は、先ほど計算した、P-1 かける P 次乗分の 16N に3回ということで、若干オーダーが違ってます。クーリ中期の方は通信量がログ2の P に比例するのに対して、並列6ステップ FFT だと、ログ2の P というのが取れてます。ですのでトータルの通信量という観点から言うと、オールとオールを使った方が有利になります。具体的には不等式で計算していると P が8より大きい場合は並列6ステップ FFT の方が通信量が少なくなります。ただこれはあくまで机上の計算であって、トータルの通信量の量アマウントですので、実際にMPI で通信を行うときは通信の立ち上がり時間というのが、出てきます。でその時にはもうちょっと式がレイテンシといって、通信開始してから実際に相手に送られるまでの時間というものをカウントしなければいけないので、1回に送るメッセージのサイズというのが重要になってきて、クーリ中期の場合は1回に送るメッセージサイズというのは P 分の 16N なんですけれども、オールとオール使うこの6ステップ FFT の場合は P 次乗分の 16N になります。したがってクーリ中期の場合は大きなデータをログ2の P 回送ればいいのが、並列6ステップ FFT というものオールとオールを使うと、ちっちゃいメッセージを P-1 回というふうに送らないといけないので、細切れにたくさんたくさん送らないといけないので、レイテンシーの影響を受けやすくなります。したがって P が非常に大きい場合には、この通信量はこのままなんですが、通信時間という観点でいうと逆転する場合がありますので、どちらがいいかというのは一概に決められません。ですのでレイテンシーというパラメータを入れて、評価しないといけなくて、ここがまたFFT の難しいところなんですけれども、実際もうちょっと工夫をしようとすると、ちょっとブロックごとに分けて、この空理中期的な通信とオールとオール的な通信を混ぜるという工夫もできます。それについてはちょっとアドバンスな話なんですが、来週ちょっとその話をしたいと思います。それで、今日のまとめですけれども、前半部分ではキャッシュブロッキングという話をしました。これは、本質的にはどういうことをやってるかというと、アウトボコアといって、ディスクにデータを格納して、ディスクからデータを取ってきて、メモリの上で計算するというようなことと本質的には同じことをやってます。つまり、オンチップキャッシュを主記憶として、メインメモリ、これを DRAM を半導体ディスクみたいにして扱うということを、最適化すれば、このキャッシュブロッキングのアルゴリズムが導き出されるという考え方もできると思います。あとは、キャッシュ内のデータの再利用率を高くするということによって、キャッシュミスを減らすことができて、その結果、主記憶のアクセス回数も減らせるということになります。それで、キャッシュブロッキングのテクニックというのは、プロセッサの演算速度と主記憶のアクセス速度の差が大きい場合に非常に効果があります。特に最近のプロセッサですと、プロセッサはどんどんマルチコアになって速くなっているんですけども、その DRAM の速度って劇的に速くなってませんので、こういうキャッシュブロッキングというのは
最近のプロセッサの、性能を引き出すためには、まあ、必須のテクニックとなっていると言えると思います。あと後半部分で並列の話をしましたけれども、並列のアルゴリズムではその問題の領域をどうやって分割するかということが鍵になります。で今日は、1次元のブロック分割だけを取り上げましたけれども、来週の授業では2次元分割をした FFT はどうなるかとか、そういう話もしたいと思います。あと、オールトゥオールの通信が中心となります。でその場合は、並列化ということを考えるときにはオールトゥオールのところはもう MPI のオールトゥオールの通信に任せてあれば、あとは逐次の部分で自分の受け持ち範囲だけを計算すればいいというので、 FFT に限って言えば並列化自体はそれほど面倒ではないと。ただ通信量を削減するという工夫だけではなくて、先ほども言いましたけれども、ブロック化等を用いたメモリアクセスの局所化というテクニックも、まあ、重要になるということになります。今日、の講義は、以上で終わりたいと思います。ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では、次応答の時間に入りたいと思いますけれども、質問のある